みかんが唯一のその島のね特産になって300円200円駐車で1500円めっちゃ取るね、うん、角井島ここね頭島かな、頭島がここでイチャイチャするとこやろうね思うんですけどもはい田舎あるあるの光景なんですが、何この巨大なボーリングのピンってなるんだけどはい、皆さんこんにちは、スピチューブです。始まります。今回はね、日生諸島の角井島と頭島に行ってきました。今まではね、船がないと行くことができなかった島。なおかつ、定期便でもね、下船することを伝えないと泊まってくれない、寄ってくれないっていうような島だったんですが、2015年になって島に渡ることのできる橋ができたんですよね。日生大橋ということで。で、今回はね、ロブと一緒に行ってきました。それでは始まります。スピチューブ。日生大橋まで、ね、行くまでがちょっとね分かりづらいんですが、日生病院と、交差点が目印になりますね。大体二刀流で行くんですね。二刀流ですね。ドライバーは今日は技術ですね。はい。まず意味ない。あ、ここ止めれる。止めてもどうすん。止めてどうすん。歩道に。すごい太陽の照り返しがね。まだね、まだ夏ですね。やっぱ綺麗ですね。ドライブコースにすごくいいんじゃないですか。これ夜になったら走れないのは特にないんですよ。これがまず1個目の橋ですね。上陸しました。上陸して。まだなんか。進んでたら橋があるんですよ。はい、今現在ね角井島におるんですが、このね角井島みかんが唯一のその島のね特産になってるんですけど、はい、その他ねいろんなね野菜とか果物を育てたんですけど、まあね鹿による、ね、被害が多くてみかんだけがその鹿の被害が少ないということで現在に至ってます。これ予約がいるってちょっと行ってみようか。行くだけ行くんですか。うん。大自然の中でなんたらってやつ。はい、古代体験ができる場所ですかね。島唯一の、遊べる場所ですかね。ちょっと行ってみようかと思うんですけど、まあ、なんかちょっと予約制らしいですね。こんなとこにあるのかと思いましたが、ちょっと気になりますね。入場料は大人300円、子供200円。ちょっと行ってみようか。聞いてください。見てください。300円、200円、駐車で1500円って。めっちゃ取るね。うん、なんかこれ、いや、大人と子供の差が安くていいなと思ったけども、予約のみの方のみ通行可能って書いてます。ここのね、まほろば、どういう場所かというと、まあもちろん古代体験ができるんですよね。火起こし、まあカヌー、釣りとか。はい、もちろん宿泊もできるみたいですね。詳しくは、ググってみてください。はい。施設内はこんな感じですね。本当にね、縄文時代ですかね。縦穴式住居あったりとか、そういう感じです。はい。はい。まほろばからね、さらに奥に進んだとこを取っていってんですが、この先ね、なんか大きなみかん畑があるみたいなんで、先に進んでみたんですが、はい、なんか昔ながらのバスがありますね。これはみかん畑のために、あったバスっぽいですけど、先に進むんですが、おそらくね、この先行き止まりのようなことをこのね、方が言っておられました。とりあえずちょっと先に行ってみたんですがね、ここで、ちょっと気になる場所があったんで行ってみました。見晴らしのね良さそうな場所なんですけど、結構幅が広い、はい、階段ですね。まあね、まあ、ちょうど今ね秋で、うん、そうそうそう。別荘なのかな。うわ、来た。これいいっすね。あの島なんだよね、絶対。あっちか。ちょっと向こうじゃなかった。向こうは大変そうだ。確かに船がいますね。ここを角井してんのはやっぱね、あれが角井で角井島なんですね。角井島ここね。今の。頭島かな。頭島が波がすごい。あれな。あれ船？一番奥。うん、あ、石か。ああ、すっごい波が。もう下のまで降りれるんだろうね。これ危ない草とかよくいっぱいあるから、最初にゲームを出してくる。スズメバチの巣とかあるから。いや、おるかもしれない。今の病院。限度だね。無理だ。5段はここでイチャイチャするとこや。うん。バーベキューするの？はい。これからね、頭島という島に行ってきます。このね、角井島よりかは人口密度が高いということで、ちょっとね、何か面白い場所があるのではないかという期待を込めて、今ね、橋を渡っていきます。頭島にね、入りました。なんとね、この頭島、日生諸島の中でも一番ね、人口が多い島とされてます。もともとはね、底引き網漁とかが流行ってたんですが、なかなかね、不安定な形になってしまって、近年ではね、カキの養殖が非常に盛んということで、はい、もうほぼカキ養殖で生計を立ててるお家が多いそうです。角井島同様にね、みかんの栽培で生計を立ててるお家もあるそうですが、その角井島からね、やってくる鹿によるね、被害で、やはりね、なかなかみかん産業ってのは伸びないみたいですね。はい。頭島ね。ここは多分観光的な海水浴場で、あ、ちょっと待って、これ学校跡地がある。小学校ある。たぬき山展望台と、え、何これ、巨大なボーリングのピンってなる。これちょっと行ってみる。はい、これからね、巨大なボーリングのピンがあるということで行ってみようと思います。まあ、調べた結果なんですが、ボーリングのピンがある場所も私有地ということで、まあ、なんとか高台に行ってみようかということで、これからね、たぬき展望台ですかね、そちらの方に行って見てみようかなと思うんですけどもはい、田舎あるあるの光景なんですが、はい、まあ追い越すのもちょっと危ないからということで、まあ、一緒にね、ついていくというか、まあ、同じ自動車ですかね。はい。いう感じで、まあでもね、島はね、ゆっくりした時間がね、流れてます。はい。曲がる場所も一緒みたいで、本当にね、こういうちっちゃいね、路地があって、本当にもう、結構ね、低速で行かないと怖いなっていうぐらい細い道が多いんですよね。はい、行きます。ということで、自動車同様、おばあちゃんも駐車場に、止めるということで、はい、たぬき展望台ですかね、やってきました。おそらくね、ここから見えるんじゃないかなということで、はい、行ってみましょうかね。はい、というわけで、展望台のね、上に登ったんですが、そうですね、こんな感じですけど、お墓がすぐ下に横にあったりして、見えますかね、この意外とそんなに大きくないという、なんか学校のような施設にそのピンがあるような感じで、思ったよりその予想以下ですかね。ちょっとね、はい、というわけで、今回ね、マイクの調子が悪かったということで、ナレーションを入れたような感じなんですよね。がっつりちょっと面白い部分はあったんですが、このね、マイクの調子というか、風の調子というか、そういうことわけであって、今回このような形で、ナレーション付きということでした。はい。というわけで皆さんもね、ぜひね、この角井島と頭島、行ってみてください。本当にね、面白いです。探検したり、ピクニックしたりとか、ちゃんとしたね、公園もあったりするんで、全部は回ることができなかったですけど、ぜひよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。